皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。2019年1月19日土曜日、暗号資産草コイン中野研究会、本日のお題なんですけども、アメリカのトランプ大統領が日本時間でね、明日日曜日の朝5時にですね、非常に重大な発表するというふうに、Twitter でね、流れました。でこれはね、かねてから噂されてた国家非常事態宣言を発令するということがね、言われてます。で国家非常事態、宣言というのは何かというとですね、一時的にね、軍事政権になるんですよ。軍事政権となってしまって、非常にね、経済が混乱すると、政治経済がね、混乱するということですね。それで、まあ政治も経済、まあ政治は一時的に停止しますね、軍事政権で。で、経済も停滞するので、ドル大丈夫かと、アメリカドル大丈夫だというかということでね、仮想通貨が今買われてるんですよ。はい。それで、ちょっと見てみましょうか。まずね、これビットバンクなんですけど、ビットバンクの、ビットコインですね。買われてますね。そして、リップル。リップルもですね、まあ、買われ始めましたね。一時間足ですが、あとは、モナコイン。モナコインも買われ始めました。いよいよまあ、ドルが大暴落するかっていう状態になってますね。そして明日日曜日でしょう。だからね、ドル円マーケットが休みなんですよ。だから、ひょっとしてロングポジションを持ったまま、土日を迎えてるのね、方っていうのは、月曜日非常に心配だと思いますよ。はい。明日日曜日の、まあこういうことはね、マーケットが休みの時にやりますから、マーケットに、大きな影響を及ぼすので、株式マーケット、そして、為替マーケットが休みの土日ですね、にこういう大きなね、発表することはもう、世界的なね、決まり事があるんですね。で、ネムはまあちょっと微妙ですね。ちょっとプチ反応しかしてないですね。で、財布のモナコイン、モナ JPY。そうですね。ちょっと反応してまた下がってきたかなって感じですね。財布自体がちょっとね、薄飽きないかなって感じですね。サリアムもちょっと反応したかなって感じ。あ、これ冷やしか。ちょっと待ってくださいね。1時間半し。反応してますね。モナコイン、モナコインの1時間足どうかな。1時間足。はい。あ、ないっすね。ないっすね。すいませんでした。ビットコインキャッシュ。1時間足。うわ、薄飽きないですね。うん、ちょっと高くなってます。薄飽きないですね。はい、それで、まあ、ここに出てますけど、読売新聞とか。はい、こっち読んでみましょう。あ、トランプ大、これはね、今日ですね。2019年1月19日の朝の10時6分配信ですが、政府、アメリカの政府閉鎖で19日に重大発表、トランプの支援表明。トランプ米大統領は18日メキシコとの、南部国境の人道的危機と政府閉鎖に関し19日午後3時、日本時間20日、午前5時、朝5時ですね。これ寝れないですね。怖くてね。怖くて寝れないですね。ホワイトハウスから重大な発表を行うとツイッターで表明した。アメリカ国境に壁を建設する予算をめぐり、トランプ氏と民主党の協議は難航している。28日目に入った政府機関の一部閉鎖は解消の目処は立っていない。米メディアではトランプ氏が事態打開のため、壁予算を緊急的に捻出する国家非常事態宣言を行う可能性が取り出されている。ホワイトハウスのサンダーズ報道官は19日の発表について、大統領は国境の安全のために戦い、人道的危機を終わらせる解決策を探し続けていると記者団にとどめたと。
ということでですね、これはね、実はもう前からですね、取り沙汰されててですね、国家非常事態宣言で壁建設強行へトランプ氏協議不調ならって言ってですね、前からも言われてるんですね。はい。で、トランプ氏、国家非常事態の宣言を検討と国境の壁巡り。ということで、1月11日にですね、もう、出てます。11日だから、8日前にね、もう出てるんですね。はい。もう出てるので、まあ、織り込み済みかどうかは知りませんが、ただ、昨日までのですね、ドル円マーケットはですね、ドルが非常に強かったですね。ドルが非常に強かったので、どうですかね。かなり暴落すると思います。1円以上暴落すると思うんですね。一気にね。それで日曜日は、休みなので、ドル円マーケットがね。で、月曜日の、あれですね。朝の、窓開けが非常に重要になってきますね。はい。で、こう書いてある通りですね。メキシコとの国境に壁を建設する費用をめぐり、米連邦政府の一部閉鎖が続く中、ドナルド・トランプ米大統領は10日、予算決定権を握る議会を迂回して、建設費を確保するため国家非常事態の宣言を検討していると再び発言したってことですね。で、トランプ氏は、南側国境の視察に、というのをいろいろ書いてあって、まあ、すでにもう何度も発言していると。で、この国家非常事態宣言って何なんだってことですよね。はい。で、どさくさ紛れて、こう壁を作るだけじゃなくてね。まあ、壁を作るのを、まあ、表向きのですね、表向きの、はい、理由にして国家非常事態宣言をして、軍事政権にします。で、非常事態宣言は災害などによる国家などの運営の危機に対して非常事態のために、政府が特別を発動することであると。で、一時的にね、軍事政権化になりますね。軍事政権になるので、まあ、議会を通さないで、大統領が全て決めていくということですね。なので、まあ、トランプさんやりたい放題ということで、まあ、例えば中国と戦争するとかね、なんとかかんとかっていうのはね、全部トランプ大統領の、まあ、発言一つで、まあ、できていく可能性が非常に高いということになります。なので、メキシコとの間に国境を建設するというですね、ことは一つの、まあ、言いがか、あの、理由なんです。理由の一つであって、この国家非常宣言を発令してるところでね、災害など国家などの運営の危機に際して緊急事態のために政府が特別を発動すると。いうことで、軍事政権化されますね。はい。なので、そうするとね、トランプ大統領はなかなか戻さないですよ。権力をもう一手、自分だけに集中させるんで、はい。議会も、裁判所も開かれないですから、軍事政権なのでね。ですから、やりたいままになりますから、まあ、中国と戦争するとかね、原爆使用するとかね、やりたい放題やりますから、非常にまずいということで、ドル円マーケットがね、今ね、休みなんで何とも言えないですけど、ドル円とですね、株がね、月曜日の朝大暴落する可能性が非常に高くなってるということですね。で、ドルもね、すごく上げたし、ダウもすごい上げてきたんですよね。ダウもすごい上げたし、まあ、ダウもすごく上げましたよね。また、復活ですよね、これね。ニューヨークダウね。復活の兆しって感じなんですけども。で、アメリカのドル円マーケットもすごく、これはニューヨークダウですね。まあ、再びまた、大商いと。いうことになって、
塩漬けになってた、YouTuber のジンさんとかはちょっと助かり気味になってますけどね。ただ、月曜日にですね、大暴落が発生して、まあ、ニューヨークダウ、あとに、日本の日経225ですよね。非常にやばいかもしれないですね。日経225持ってる人も、大暴落でスコーンと落ちるかもしれないですし、ドル円マーケットでロングを入れて持ち越した人、で、土日ロング入ってる人ね。で、月曜日の6時にまたスタートします。あ、7時にスタートしますけど、FX マーケットがね。まあ、その時はもうすでにもう国家非常事態宣言が発令した後ですから、1日経ってますから、ひょっとしたらね、まあ、1円2円の大暴落がある可能性があると。ただの可能性だってね、実際どうなるかわからないもんですから、まあちょっと緊張感を持ってですね、対応していくしかないなと。で、一番いいのはやっぱり土日は持っちゃいけないですよね。はい、土日何があるかわかんないんで、こういう重大発表ってのは土日にあるんでね、国っていうのはね。だから、大暴落があるかわかんないので、絶対持たないこと。あとは、やっぱり暇も当たらないことがいいですね。はい、ポジション持ったまま寝るっていうのが一番危険ですから、だいたい夜になんか起きますからね。夜とか朝方に起きますから。はい。なるべくデイトレードとかね。デイトレードを基本に、まあ一日ね、寝る前には全て決済するということを心がけていただければと思います。まあ繰り返しになりますが、アメリカのね、国家非常事態宣言を、がされるという可能性が高まってきましたので、ビットコインもね、40万円まで回復してますし、リップルもですね、まあ、非常に高くなってきているということですね。なので非常に買われてますんでね、ようやくまあ広めが出てくるかなと。仮想通貨ですね。ドル持っててもしょうがないし、じゃあ円持ってるから方がいいってことなんですが、日本人にとってみればね、円持っててもしょうがないんで、じゃあ仮想通貨かってことになりますよね。で、株はニューヨークの株も、世界中の株が大きく値下がりすると思いますね。国家非常事態宣言が発令されて、軍事政権になればね。なので、日本人にとって何を持つべきかって言ったら、やっぱり仮想通貨しかないかなと。うん、まあ、あと、世界のね、大富豪にとってみても、金と日本円と仮想通貨かなというふうに思います。それでは、今回はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。失礼いたします。